初注意だぜ。1554年5月12日、安芸国一の有力者、毛利元就は、主君である大内家と決別。わずか1日で金山城、小井城、草津城、桜尾城、そして厳島を攻略し、安芸国のほぼ全域を制圧する。この迅速の攻めに驚いた大内家三奪者、末春方は、末家重臣、宮川房頼を差し向けるが、6月5日、押し木端の戦いにて元就は宮川軍に勝利。安芸国に元就あり、御諸国に知らしめた。そして、翌1555年、毛利元就の、そして安芸国の命運を握る運命の一戦の火蓋が、切られようとしていた。厳島の戦い、開幕。天文24年元旦、毛利元就と末春方の命運を決める年は、まず末方の攻撃から始まった。元旦からいきなりですか。当時、大内家家護奉行人に就任した白井方種は、毛利家に拠点を占拠された、山本方桂呉、のみ衆らを統率し、大内水軍を編成。1日に草津城下に攻め寄せ、翌日には尾長にて放火、毛利家の海上網を突破しようとした。現在毛利家は、宮野城、桜尾城、草津城、仁保島城、これらの城を軸に、沿岸部を完全封鎖していますから、その封鎖線を無理やり突破して、京都府を築きに来たのでしょうね。しかし、2日に矢上邸伊田義武ら川内家護衆と激突、片種は追い払われてしまい、もはや白井水軍のみでの突破は困難となっていた。そうたやすくは突破できんわな。そこで、末春方は安芸国に精通した、末家重臣、江良房秀を岩国に派遣、本腰を入れて安芸国攻略へと取りかかる。房秀は元就をよく知っていますし、適任ではありますね。まず房秀は、4、50艘の船で宮島に幾度か偵察を行い、3月15日には、白井方種の呉浦攻撃と連動して、150艘の家護船で佐藤に侵攻、封鎖網への大規模な攻撃を仕掛けると同時に、広島沿岸の国衆への寝返りの工作を行った結果、広島湾東岸の保義城主、野間高実が末方に寝返った。野間高実というと、熊谷信直の娘婿で、安芸有力国衆の一人ですね。そんな人物が寝返ったんじゃな。野間高実は白井方種と合流し、隣接する阿蘇沼広秀の奥海田に侵攻。毛利氏の封鎖網に、ほころびが生じ始める。このまま大内軍が退去して上陸されると、さすがに毛利家は詰みますね。さらに間の悪いことに、この時毛利軍の多くは、石見国の長安にいた。なぜそんな場所におるのぜ？ややこしくなるため、当時の長安の状況については、動画最後のコーナーに丸投げするが、この時末方の長安式部の昇竜が大内軍の援軍を入れ、長安城、高木城、春日尾の城二郎城、福屋高金、吉川元春の援軍として、毛利軍も長安攻めを行っている最中であった。確かにここを潰さないと、毛利の要力である吉川軍の身動きが取れないですからね。間が悪い時を狙われたものじゃな。しかし、野間高実には大きな誤算があった。実は高実が裏切った直前の3月22日、毛利、吉川、福屋軍は長安式部昇竜のこもる長安城、翌日には春日尾の城を攻略、想定以上の速さで安芸国に戻ってきており、3月29日には、仁保島、海田にて白井、野間連合軍を打ち破った。なんとも運のないやつじゃな。野間家離反の報を受けた元就は、4月3日、即座に矢野に向けて出陣。この時矢野要害にはすでに大内方から派に、小畑氏らの防収集が援軍として城にこもっていたが、4月11日に毛利本軍を主力とする吉川は、小早川連合軍が、矢野要害の奥義明神山口を一気に攻略。防収集ごと本丸に押し込められた野間家はどうすることもできず、参加後の14日には毛利家に降伏した。まさに速攻じゃな。矢野周辺が大内軍の共闘歩になることだけは、絶対に避けないといけないからな。その後、野間高実は熊谷信直の婿ゆえ除名、防収集も会場に応じたため、山口に帰国させる。が、ここで元就は、元就らしからぬほど苛烈な処置を行う。どういうことですか？元就は、防収集を山口に送り返すと騙して、府中にて皆殺し、野間家家臣の多くも、麓の新京寺にて殺害、野間家の箇所も黒くや火砲であった七力を、厳島神社の宝蔵に収めたことで、実質的に野間家を滅亡させたのだよ。元就にしてはかなり苛烈な処断じゃな。
ここである程度離反者への見せしめも必要だったのでしょうね。しかし、この間に大内軍が大攻勢に来ておったらやばかったのー。いや、実はちょうどこの野負け攻めの裏で、末軍内でも大事件が起こっていた。何ですと？3月15日に佐藤周辺を攻撃した偉草秀は、そのまま岩国に帰還していたのだが、その翌日、末春方の命を受けた広中隆兼により、突然中殺されたのだよ。なんじゃと？こんな時に末は自分を指揮している人物を殺害したのですか。この経緯については広く知られた通説がある。実はこの時、偉草秀は300貫の所領を条件に、毛利方に内通していたが、草秀が加増を要求してきたため、元就は草秀を信用できないと判断。末方の患者を利用して、わざと草秀の内通を伝えることで、春方に草秀を打たせた、とされている。まさに暴臣の称号にふさわしい暴虐ですね。しかし、この根拠となる毛利高元自筆書状。ここで300貫もらっておきながら加増を要求しているエラは、エラ草秀ではなく、エラ仁六という人物であり、この書状も天文24年ではなく、工事3年頃の傍聴契約時のものと判明している。つまり、エラ違いで生まれた誤解から出てきた創作ということですね。実際に、当時を知る吉川元春家臣、森脇春方が残した森脇覚書には、毛利軍の盛況さを見た草秀は、末には僕することを提案。それを聞いた末に元就との内通を疑われ、結果中殺された、と記されており、当時厳島神社にいた元就の恩師、棚森草明が残した草明覚書にも、どのようなことがあったのか、末の命で広中隆兼が偉草秀を成敗した、と記されている。つまり、当時毛利家にいた人物ですら、なぜ草秀が中殺されたのか知らなかったのですね。無論、その背後には味方にも明かさぬ元就の謀略があった可能性は否定できないが、少なくとも金で釣られた挙句、切り捨てられた偉草秀、というのは草秀の名誉のためにも否定しておく。その点に関しては無実と分かった以上、歴史に真摯ならそのままにしておくわけにはいきませんからね。何にせよこの末軍指揮官の突然の中殺により、末軍の指揮系統は混乱、毛利家による野負け攻め中は動けなくなっていたのだよ。暴虐家はさておき、この事件は毛利家にとっては良好でしたね。こうして広島湾をかけた一進一退の攻防を続けていた毛利軍と大内軍であったが、ここに来てようやく、末春方本人が決戦に向け動き始めるのだよ。大内家の本拠である周防の東、岩国から秋国に入るルートは主に3つあり、一つ目が最も利用される、岩国から厳島へと都会して進行する海上ルート。多分一番楽ちんじゃな。二つ目が、三輪を経由して山里から廿日市へと向かう山あいルート。おしきばたの戦いで、宮川草よりが使った道ですね。三つ目が、手狭でほぼ使われない、岩国から海沿いを通る沿岸ルート。末軍はこの三つから、秋国に進出する必要があった。沿岸ルートは大軍の利を生かせない上、重要拠点の門山城跡が毛利家によって徹底的に破壊されたことを考えると、自然と山あいか厳島のルートに限定されますね。そして、ここまで白井方種らが中心となって、都会ルートを切り開こうとしたものの失敗。必然、末軍は第二のルートとして、山里からの進軍へとシフトし始めていた。多少不便というだけで、海から出ないとダメという理由はないですからね。草明覚書によると、末春方は6月頃、山里の黒滝まで出陣、勝成山城に陣を構えたようであり、対する元就は、野負け中殺の際、許された新谷実光ら級の負け家臣たちを、山里要害に込め、毛利軍は老倉山に陣を張って、末軍と対峙することとなる。交渉を全滅の危険が高い最前線に置くとは、元就も結構非常なことをしていますね。まあ一応はちゃんと治療を約束しているから。ただ、この時点でも毛利方は、末が本当に山里まで出陣していたかをつかめておらず、6月23日時点でも、その風分が本当なら元就も自身が出陣する、としている状態であり、毛利方は末春方の動向をつかみきれていなかった。総大将の居場所がわかっていたら、苦労しませんものね。一方で、その間にも白井方種ら大内水軍のゲリラ的な襲撃は続いており、5月13日には周防家5100隻で宮島に上陸、有野浦を焼き払い、6月8日にも秋王の口まで侵入、7月7日にも宮の城を攻撃していたため、
毛利方もすでに5月末には、宮野城に恋文後の神羅を込め、籠城戦に向けての水亀や兵の挑発を進めていた。どっちから来るかわからない以上、毛利家は2方向の対処を強いられていたんじゃな。しかもこの頃、伊原元時ら毛利軍の一部は、備前の浦上宗影、浮田直江の援軍に行っているから、なおさらこちらから動くわけにはいかないですね。しかし、その伊原元時が備前国から帰国、そのまま山里へ転戦する際の、元成、高本書状によると、9月の時点では、毛利元成が帰都した決戦の地は厳島ではなく、山里だったと考えられる。え、厳島ではないのですか？厳島は重要拠点とはいえ、大軍を動かすには不利だからな。大軍を指揮できる陸路を張る方が選ぶ可能性は、普通に高い。しかし9月21日、事態は急展開する。末春方は山里に軍勢を残したまま、広中高金らと共に宮島に渡海。末軍が本格的に宮野城の攻城を始めたのだよ。え、結局そっちなのですか？末軍に参陣していた広中高金が、妻に宛てた書状によると、この時、毛利に本拠を追われていた厳島新領州や警護州が、厳島奪還を主張。高金は大反対したにもかかわらず、末側近の三浦越中の神らがその案を後押ししたため、厳島渡海を決定したとされている。戦略上の都合ではないのですか？これが本当ならかなり軽率じゃな。この時高金が反対したのにはちゃんとした理由があり、実はこの時、大内水軍が元成の手により、かなりの危機に瀕していたことがわかっている。何ですと？この時大内水軍の主な構成員は、もともと大内水軍の母体である、周防大島を拠点とする八代島州、白井方種を対象とした白井水軍、山本方桂のみ、呉州に、厳島新領州、小早川高影に滅ぼされた宇賀島水軍残党、そして一応末方と思われる、村上武義らの島村上水軍であったが、問題が発生したのはその主力とも言える、八代島州と白井水軍であった。どっちも問題が出たらダメなくらい重要な勢力ですね。まずは八代島州。八代島州は、桑原、東谷、栗田、幸次郎、長崎といった海上勢力の集合体なのだが、彼らは厳島の戦いの1ヶ月後のうるう10月5日、毛利元成、高本に恩賞を約束されており、つまりこの頃には、大内方から毛利方に寝返っていたと思われる。え、大内家を裏切ったのですか？さらに白井方種ら白井水軍。実は白井方種による一連の攻撃は、7月7日の宮野城攻撃を最後に止まっており、さらに末春方の厳島渡海の際、警護対象は方種から宇賀島の人物に変わっていることから、直接的な証拠はないものの、この時点で白井方種は毛利家に降伏していた可能性がある。まあ、方種は末方でここまで頑張っているのに報われていないので、その判断もわからなくはないですが。ここまで大内の水軍はガタガタになっておったのじゃな。また、肝心の野島村上水軍は、毛利方の因の島村上水軍のせいで動かない可能性が高く、もはや大内水軍と毛利水軍の戦力差が覆った中、海上ルートを選択するのは非常に危険な行為であった。これは確かに高金が反対するのもわかるのじゃ。一方で、追い詰められていた厳島新領州らが、水軍到来による打開を望んだのもわかりますね。しかしこれは無茶ではないのか？郡山合戦しかり、赤名城攻めしかり、これまで末春方は力攻めで、雨子の軍を打ち破っている。おそらく末本人は、自身が出陣すれば、多少不利でも毛利軍を打ち破る自信があったんだろうな。こうして、末春方はわざわざ軍を二つに分け、警護線不足の中、元成の用意した敷地に飛び込んでいったのだよ。末春方は側近たちの意見を入れ、厳島ルートでの進行を決意。末軍の一部を山里に残し、警護大将宇賀島を先導に、自ら厳島へ渡海。9月21日、厳島神社の隣の塔の丘に本陣を敷き、恋文後の神のこもる宮野城の攻撃を開始した。いよいよ運命の時が近づいてきましたね。陸は大軍、海は大船に包囲された宮野城は、早々に水の手を潰され、矢倉も掘り崩されてしまい、たちまち落城の危機に瀕してしまう。決して大きな城ではないですからね。末進行の一報を受け、元就は24日に吉田郡山城から出陣、翌日には草津城にまで進出、20日市に布陣した毛利高元に対し、吉川元春、平賀博介と合流するよう呼びかける一方で、小早川高影には沼田警護州の出陣を、
のみ宗勝には来る島家護衆の迎えに行くよう、要請した。さすが元就、行動が早いのじゃ。いや、むしろこれは対応が後手に回っていませんか？とじこの言う通り、実はこの時の毛利軍はかなり緊迫した状況に置かれていたようで、高本に対しても、何事も急ぐようにと催促している。おそらく元就としては、末軍が厳島に渡海した場合の勝ちパターンは用意していたものの、今回の末軍の渡海強行は、割と想定外であった可能性もありますね。確かに時期を予見していたのであれば、事前に軍を集結しておるじゃろうしな。翌26日午後6時、元就は高本に対し、再び吉川、平賀との合流を催促し、高影に対しては、急ぎぬ竹御衆の下校と、来島家御衆の迎えを要請している。しかし翌27日、本来26日夜に到着予定であったぬ竹御衆は未だに現れず、焦りを募らせた元就は高影に対し、宮の城の窮状を伝え、来島家御衆の援軍を待たず、高影の家御衆が到着次第、宮の城の救援に向かうと送っている。つまり毛利水軍と小早川水軍だけで、勝負に出るつもりだったということですか？元就としては、川内家御衆を、60艘に、ぬた家御衆6、70艘だけでも十分戦える。少なくとも末の家御衆を蹴散らし、宮の城を勇気づけることは可能と判断しており、とにかく陸路でも海路でも何でもいいから、高影に急ぎ来るようにせっついている。ここまで元就が慌てているのも珍しいのじゃ。たとえ勝てる見込みがあっても、宮の城が落ちて末方に宮島を抑えられると、ご破産だからな。元就としては宮の城が持ちこたえている間に、何とかしなくてはならなかったんだろうな。こうしてイライラしつつ小早川軍の来援を待つ元就に対し、毛利高本、桂本積らは、無事吉川元春らと合流できたようであり、当日、川内警護衆に守られつつ、熊谷信直らが援軍として宮の城への入城に成功。一気に宮の城を活気づけることに成功していた。実際に毛利水軍だけでも、十分救援は可能だったのですね。ナイス高本じゃな。この時の末方の広中高金の書状によると、家護船の数が圧倒的に足りないがゆえに、援軍を許してしまったと嘆いており、末軍の水軍力不足が露呈した瞬間でもあった。つまり元就が毛利、小早川水軍だけでも蹴散らせると見込んだのは、あながち間違いではなかったのじゃな。これにより来島を待つ猶予ができた毛利軍であったが、2日後の29日、ついに村上道康率いる来島家護衆に、300艘が到着。これにより、川内家護衆、ぬた家護衆、来島家護衆らが、厳島の眼前廿日市に集結。毛利軍は水軍力では完全に優勢となった。元就が描いた通りになりつつありますね。通説ではこの時、末軍の兵は2万、毛利軍は4000とされてきたが、実際に確認できる大内家有力家臣は広中高金のみ、他の参戦武将はいずれも末家不在家臣であり、その軍勢はおそらくは1万に達していなかったと考えられる。少なくとも長門守護代内藤高代はいないですし、武前、菊前守護代は末が中殺してしまったので、この見積もりでもむしろ多めな気がしますね。一方で毛利軍、確かに毛利不在家臣団は3000ほどだが、元就直進州に佐藤州、吉川、小早川軍に秋国州、来島水軍を合わせると、確実に4000以上、少なくとも6000ほどはいたものと考えられる。こうして見ると、末軍はせいぜい2倍弱で、全然圧倒的ではなかったのじゃな。それでも末軍の方が兵数が多いのも確かですが、現状宮島に押し込まれている上に、向こうが優勢の水軍に囲まれていますから、この時点で戦況は、毛利方が圧倒的に優勢ですね。末は今、元就が構築した春方ぶっ殺しゾーンにいるわけじゃしな。そしてこの日の夜、末軍にいた広中高金は、山口にいる妻を甲に当てて手紙を書いているが、手紙には娘の梅の今後のことなど、自分の亡き後のことについて書き残しており、高金が書いたこの書状は、実質的には遺書のようなものであった。高金はこの時点で、末軍の大敗北を半分確信していたのでしょうね。30日夜、新月の闇を利用して、元就本軍は草津城を出陣、西に向かう潮流に乗って、静かに厳島、筒ヶ浦へ上陸、未然の北側、博打尾と呼ばれるところまで進軍、末軍の背後を取ることに成功した。末軍は眼前に毛利方の大船団と対峙しているわけですから、まさか背後に毛利本軍が来ているとは、夢にも思っていなかったでしょうね。
そして翌10月1日明け方、博打尾の毛利軍は時の声を上げ、末本軍に突撃。それに合わせ、海上に待機していた毛利高元、小早川高影ら毛利別動隊や、来島家五州、扇山天野高綱、平賀広介、阿蘇沼広秀ら毛利方国衆が、一斉に上陸。また宮の城に籠城していた熊谷信長、恋軍後の神らも出陣。末軍は手狭の厳島という地形で、突然三方向から毛利軍に攻められることとなる。これはもうどうしようもないのじゃ。末、広中軍は突然の出来事に、一死もいることもなく西山に向けて敗走。勝負は一瞬のうちに決した。あとは毛利軍が末を討ち取れるかどうかですね。川内、沼田、来島家五州は、海上から末軍が用意した家五線を打破、破壊し、末軍を厳島から脱出できぬよう、包囲網を敷いていく。一方で、身体極まった末軍のうち、広中高金は未然の西側、竜の岩まで撤退。末春方は、そのまま船で脱出するため、おそらく海岸沿いを伝って撤退。そして西山の峠には、しんがりとして末春方側近の三浦越中の神が残った。なんとしてでも末を脱出させる腹積もりじゃな。厳島都会を末に提言した、戦犯とも言える三浦越中の神も、最後はすさまじく。いち早く追撃してきた小早川高影の軍と激突。高影軍は山影勘次郎、その他数名が討ち死に。高影も深入りしてしまい、危うく撃たれる寸前まで追い詰められる。え、ここで高影が撃たれかけたのですか？その危機を助けたのが、高影と共に上陸した毛利高元の側近である赤川元康であり、この高影の危機を、起点を利かして救ったのだよ。今まで散々元成から酷評されていたあの赤川が、こんな活躍していたのですね。こればかりは褒めざるを得んのう。そのうちに、高影軍の救援に吉川元春の軍も駆けつけ、ここまで粘っていた三浦越中の神も壮絶な最後を遂げる。その間に撤退していた末春方であったが、末軍は散り散り、もはや末のそばには6人しか残っておらず、大江浦にてもはや逃げられぬと悟り、宮川一厚の解釈により切腹。35歳の生涯に幕を閉じた。主君、大内義隆を侵略してから、たった5年の短い天下じゃったな。その後、末の首は家臣たちの手によって隠され、末家家臣、柿並佐渡入道が、自身の首を末の首として持ち出すべし、として自害。脇見左衛門の城が川内家五州、小玉成方に、柿並の首を末の首と偽り差し出した後、撃たれた。末家家臣も、何としても首だけは守りたいと必死だったのでしょうね。一方で、広中高金は断崖絶壁である竜の岩にて、火星ながら2日に渡り交戦していたが、末軍を壊滅させた元成らが包囲、降伏を進めたため、一族家中の大半は一人、また一人と降伏し下山。最後は広中高金とその子息である源太郎、高金が目をかけていた陽然という総一人のみとなり、10月3日、広中高金ら3人は一堂に切腹、高金の首は阿蘇沼軍が、源太郎の首は熊谷軍が取った。元成の強さを知っていながらも、大内家の忠義を守り続けた最後でしたね。同日夜、末家家臣、枝明慎五郎が天野高重に撃たれたことで3日に及ぶ合戦は終了。その後の捜索で末の首も発見され、山中に逃れた末兵もあまた捕らえたことで、厳島の戦いは、毛利軍の干渉に終わるのだよ。実態は奇襲戦というより、始まる前から勝負がついていた感じじゃったな。こうして、厳島の戦いは幕を閉じ、毛利家は、大内、天子に代わる、第三の勢力へと成り上がったのだよ。やはり元就はすごいのじゃ。今回は、近年の研究と当時の資料をもとに、最新の厳島の戦いを解説したわけだが、厳島の戦いは、有名であるがゆえに様々な俗説、通説があまたるふしているのが現状だ。2万対4千といった戦力差や、桂元済みの偽装投稿なんかですね。これらを一つ一つ検証するとキリがないため、その辺はまとめて、次回のホイ動画にて取り扱う予定だ。また長編動画になりそうじゃな。しかし、これで末春方も討ち取ったわけじゃし、毛利家もしばらくは安泰じゃな。いや、ここからが始まりだよ。わ？厳島の戦いから4日後の天文24年10月5日、毛利元成は勝利して早々、周防に向けて進軍を開始。大内家の運命を決める戦いが、今から始まるのだよ。ということで次回は、毛利元就による大内家滅亡戦、防潮契約について、解説しよう。
とうとう大内家滅亡の足音が、近づいてきましたね。それでは皆の者、また会おう。さらばじゃ、またな。皆の者、待たせたな。究極の絶対秘辛、またラオキナだ。今回もオッキーのコーナーをやっていこうか。今回皆に紹介するのは、これだ。厳島合戦のそばで起こっていた、石見長安争奪戦についてだ。厳島合戦の回でわざわざこれを取り上げるのか？と思うかもしれんが、この件は、後々ボディブローのように聞いてくる事件だから仕方あるまい。この石見国長安という地と長安市、実はまあまあややこしい事情を抱えている。長安氏は増田氏や三住氏と同じ、三日本氏の一族であり、三住金信の次男、金安が長安の地を譲られ、鎌倉幕府から御家人として認められ、独立した一族だ。しかしその後金安は、息子金秀が蒙古襲来を父と防がなかった不忠を咎め、石見吉川家の吉川元重に嫁いでいた、孫娘の妖怪に所領を譲ってしまう。その結果、長安兼和とその姉、妖怪の間で騒論が勃発。結果、長安の土地は両方が半分治療することとなる。つまり、長安という土地は長安氏と吉川氏、両方の所領となったわけだな。ここからの経緯は長くなるからすっ飛ばすが、大体こんな感じになる。大体増田、長安と吉川、そして三住が、長安の所領を主張している感じだな。そして天文18年5月15日、吉川家新当主、吉川元春が大内義隆に、吉川氏所領分の安堵を申請した際、長安の地は三住氏の所領だと裁定が下された。しかし、その2年後に大内家内で大内事の変が発生、増田氏と親しい末春方が実権を握り、増田家当主、増田藤金は、天文21年に大内義長から三住家の名跡を与えられる。つまり、長安の地は増田、長安氏、三住氏、そして吉川氏の総論の場となったわけだな。その結果起こったのが、天文23年末からの長安周辺での騒乱であり、吉川元春は、反大内の福屋高兼と共に、長安の地の侵攻を開始、天文24年には毛利軍もこれに参陣した。一方で同年1月頃、増田藤金は三住氏領に大規模侵攻を行っており、長安領、というより三住氏領は火の海に包まれた。まとめると、本来増田、三住、吉川、長安といった地方国修道士の所領問題が、大内対毛利という大きな争いの軸に巻き込まれた形となるわけだな。そしてこの戦いが、以後吉川元春が石見国衆たちの窓口役となる契機となるわけだが、その件についてはおそらく自治会あたりに解説しよう。ということで、今回はここまでにしようか。それでは皆の者、次回も会おう。さらばだー。